あ、雪まつり。
大塩温泉という温泉ございます、白い建物があるんですが、その奥に、大塩温泉の公衆浴場ございます。こちらが1回400円で、入浴できる温泉になります。こちら行われます。ほぼ川じゃん。一番この辺りが只見川、川幅が狭い場所になります。狭いと思います。洪水対策とこの下流の本名ダムのあります。大見の様子は列車の一番前の方までお進みください。まもなく本名この第六只見川橋梁もですね、橋梁部分を全て流されてしまいました。撤去になりまして、只見線の復旧工事で一番最後まで工事していた鉄橋になります。2011年、災害前から使われている部分、区間になります。そしてこの骨組みのこの、トラス部分を抜けたところ、今列車が乗ったところが新しく架け替えられた場所になります。綺麗だね、看板。今までに。あれっぽいわけじゃないか、あれは車の方か。あ、そうだね。大丈夫よ、まだ大丈夫、大丈夫、まだまだ。中学校の畳の輪、一般の湯を入り、ゲスト席の景色をご覧いただけます。近くには壁。運転士のすぐ後ろのドアボタンを押して、お客さん、乗車券、運賃の。あ、すごくね、今。
ございます。この岩すごくない？雪だ雪だ。ここは足湯だね。これ確かに歴史でかい。すごいね。ぶつかんのかね。花桃だったんだよ、さっきのやつ。ああ、本当だ。そう、これすげえ気になるんだよね。この子なのに、こういう字書く。メッセージ来て。おかしい。おお、なんかいきなりここがすごい雰囲気。
なんか亀なんだか竜なんだか分かんないよ。あ、でもやっぱ雪国っぽくなってんな。うん、あ、無料じゃん。うん、すごいよ。消し怖いんだけど。あ、サバコ、サバコって言うの？サバか、確かに。すごいこのカバン。移動棒や。下蔵ってあの奥のやつあれかね、休む場所なのかな。し、うん、そうでやる人が。そうか。もういい雰囲気出してるな。あ、すごい。すごくね。